急ぎの電話？ちょっと待って、出ていい？え？本当に？これ。え？マジ？やばいの？これ。よいしょ。ちょっと待って。もしもし。コメント欄。コメント。息してる？コメント。あれ？ちょっとコメント欄出てこないんですけど、新イベクヤ来たということで、ちなみに先週と先々週のイベクヤやってないんですけど、今週のやつはちょっと楽しみなんでやろうかな。おう、イルネコ、新しく届いた追加コンテンツがあるぞにゃ、 あるぞにゃ語尾バグってるでしょ。どうやってもらうんだっけ。あ、これか。提案でい、え、ダウンロードできるコンテンツはありませんでした。あ、あるやんあるやん。追加コンテンツおもろいですよ。マジ？期待しちゃっていいっすか？あ、コメント来たーおかえり。嬉しくなっちゃって、俺コメント欄返ってきたから。コメントおかえりありがとう、コメント。わ、みんなめっちゃコメントしてくれてる。ありがとう。嬉しいな、そんなコメントたくさんしてくれたら。嵐が来た？また嵐来たの？モデレーターさん、バンしてください。新イベクエ簡単なんすか？やった人いないの？簡単？あ、じゃあ一人で行こう。じゃあ、カイ。カイやんやったー。それは簡単なわけじゃん。期待の新作、モンスターハンターストーリーズ2。宣伝やめろ。宣伝すんのかわええやん。期待の新作、モンスターハンターストーリーズ2。破滅の翼に登場するキュートなアイル。月の殿は知ってるかにゃ？はにゃ？彼女になりきるアイルーの重ね着装備に必要な素材。この資料の達成で、しちゃうぞにゃ。なるほどね。まあ。そうっすね。まあ、貝なんで、まあ、ある程度ハンデが必要かな。どうしよう。裸はさすがに、裸はさすがにちょっとやばいでしょ。裸は、さすがに貝だろうと裸はダメ。武器は上位でいいよね。武器も貝でいいか。ちょ、武器作ってくるわ。武器は縛りたくなかったけど、さすがに。あの3体はさすがに、結構マジ、初期武器とかでもいける気するんだけど。あ！フルフルホロン。フルフルボロン。なんでもないです。ほら。これ良くない？昔から使いたいと思ってたんだよね。気持ち悪い。立派な狩猟笛ですね。見た目一番好きかも、狩猟笛で。いるね。おお普通にええやん。こんな緊迫な音楽流れてるけどさ、絶対簡単じゃん。お、あら、よっと。ガルクと遊んでな、俺のマイク・タイソン。遊んでやれ、マイク・タイソン。やってやれ。あ、待って、こっち来んの。お前、ま、ちょ、マイク・タイソン。おーい、かわいいやつめ。え、これがあれなの？なんかストーリーズ2のさ、新作の BGM と一緒なの？買います。じゃあ買います。みんなストーリーズ2買うの？俺買うよ。映画は見ないのに。やめろ、俺のモンハンの映画みたいな話すんの。モンハンの映画も面白そうだなって思ったんですけど。てか、なんでこっち来た？作どこ行った？一作目は食わず嫌いしてたけど、普通に面白そうだし、一作目も面白いって言われてたから買う。えらい！食わず嫌い。えらい。あ、眠い。いて、体験版あります？あ、25日体験版発売らしいね。どこまでやらせてくれるんだろう。エンディングくらいまでやらせてほしいな。じゃんけんで戦うシステムらしいね。俺じゃんけん得意やから。いつもなんで負けたか考えてるから。簡単って言いましたよね。いやいや、簡単、いや、負ける気はせん。お、倒したー倒したー。負ける気はせんけど、勝てる気もせん。ちょ、お前、リンチやめろ。かわいいやつめ。クリアクル来た？クリアクル来た？あ、来たわ。死んだわ。おお、それ緊迫した戦い感出る。本当は俺が圧倒的にフルボッコにしてるだけなのに。久々や、狩猟笛使うの。あ、おお、え、いいやん、BGM 買います。絶対買います。 BGM 神なんよな。いるねか。はこれや。買います。はい。ほう、あ、すごい。見て。すごい。監視丸出し。かわいい。こいつ喋りますよ。こいつ喋んの？喋らなくね？お。喋らん。ちょっと待って。あれ？え、聞こえる？めっちゃ耳傾けてみんな。バレたって言ってなかった？出た？出た？割れた？ち、こいつさ、喋った？いや、なんか、多分。
美味しかったって言ってた。まあ可愛いからよし。てかでも最近だとさ、配達怖くなったよね。置き配して当たり前みたいなさ、こう時世になっちゃったからさ。なんか俺もこの前勝手に荷物置かれてて、気づかないまま、なんか3日とか経って俺家出ないから外基本的に。そしたらなんか雨降っちゃって、荷物ぐちゃぐちゃなって、ショックみたいな。宅配ボックス買った。宅配ボックスって売ってんの？宅配ボックスって何？俺欲しいんだけど。シャキーン。え、なんで？犬猫を届け、置き配です。やかましいわ。ライズ上げてみてや。いや、ダメダメ。俺のお父さん絶対ゲームしないから。あ、でもお父さんと昔あれをやったわ。あの、バックギャモン。渋い。バックギャモンのやり方だけ教えてくれた。昔これで、よう友達とかけして飯食ったわって。お父さん言ってて。少し早めにお酒をプレゼントしました。お酒いいっすね。酒あげようかな。お父さん、肥満と痛風で。それのパパ今、肥満と痛風の持病持ちだけど、酒とイクラ送るか、決まりました。僕、イクラ送ります。記念写真いいっすか？記念写真いいけど、ちょっと、あれやってもらえない？写真の、あの、照明やってくんない？ほら、これいいじゃん。俺の顔めっちゃ映えてる。ほい。あ、うまいー。はい。ちょっと待って。パパ。ちょっとパパ待って。ちょっと待って。仕事中だから。パパ。察して。配信見てるんでしょパパこれ。もしかして。パパ頼むって。俺5秒出なかった時も出ないじゃん。いつもね。なんで今日だけ長いのこんなに。急ぎの電話？ちょっと待って。出ていい？え？本当に？これ。え？マジ？やばいのこれ。もしもし。あーおーほんまに？あーはい。オッケーいやはい、はーいはいはいはーい関係ねーめっちゃ変な声出しちゃったんだけどはーってはーどうしたお前って言われた浮気中の彼氏みたいな声出しちゃったんだけどもうみんなが緊急とか言うけど違うんだってマジやばい時は電話と LINE してくるからもう二度と配信中出ねえわマジでどうでもいいことだった雨降るから洗濯物やばそううん大丈夫みたいなそんな感じの電話だった LINE でええやんよいしょ危ない。パパに動揺した犬猫。バチ緊張したわ。学生の時バイト5連チャンで面接取った時より緊張したわ。パパ仏さんみたいに優しいからさ、めっちゃ優しかったの。アマちゃんだった。俺には子供の時。ママが叱ってくれて、パパがご褒美をくれるみたいな。ママには内緒だよ、つって。それで、子供の俺たちはパパのことばっかり好きになってお母さんはヒール役になるっていう最悪な状況俺たちはしっかりしつけをしてくれてるのに子供たちはママのことばっかり嫌いになって甘々のパパばっかり好きになってお母さんちょっとかわいそうだったな今思えば今そういうご家庭の方たくさんいるんではないでしょうか今奥さんがいる旦那さん配信を見ていたら自分もたまにはヒール役になってみては自分ばっかり子供にいい顔しようとしてませんか奥さん泣いてますよもうこのままダメだ。あ、もうダメだ。